はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビッシュです。では今回は初代セガサターン版ギレンの野望ジョング編続きをプレイしていきたいと思います。ご覧のようにですね、今ベルファースト基地を取り囲んでいるという状態なので、今回はね、このベルファースト基地の拠点攻略戦を行っていきたいと思います。早速部隊入れていきましょう。ガウにドムを乗せて、まあ、即席機動部隊というようなね、戦略構想のもとに地球上での進行戦を行っていますけども、やっぱりドム優秀なので、このねドムとガウをうまく使ってここまで、うまく攻撃がね、進んでいるかなというふうに思います。まあ、ただ連邦軍の方も、まあ、ジムだったりプロトタイプガンダムだったりっていったものがね、戦線に投入されつつあるという状況でもありますので、まあ、どっかでねさらに新しいモビルスーツ、まあ、具体的にはゲルグになるのかな、これのね配備も進めていかなきゃいけないのかなというふうには思っています。では部隊進入させていきましょう。部隊はですね、マップの上と下から挟み撃ちするような形で、移動できればいいかなと思いますので、まず一旦ね部隊を動かしていっちゃいましょう。シャーズゴックもようやくオデッサに到着してますので、ここに出撃させました。敵拠点の外に展開している部隊をね、叩いていってもらいたいと思います。おそらくシャーズゴック次のターンで入れるかなとは思うんですけども、ベルファスト基地の森ここでうまく立ち振る舞えれば、シャーズゴックであればね他の部隊も撃破してできるかなと思いますので、まあ、うまくねここは使っていきましょう。で、生産の方なんですけども、この後ねジャブローを攻略を視野に入れて、ハワイではズゴックをで、宇宙ではソロモンでリックドムを作っておきたいと思います。もうここはもうマストですね。でズゴックを3セットぐらい作っちゃいましょうか。で、宇宙ではリックドムをねある程度数用意したいと思います。あとエース用にゲルググ作るっていうのも手だな。ゲルググも、まあ、1つ2つ作っておきますか。で、リックドム。ゲルググにはね、エースパイロット乗せましょう。何度かね、お話してる通り、今、宇宙では、ザクからリックドムへのモビルスーツのね、変換というかマイグレーションを行っていますので、これは本当に急務ですね。この後連邦軍は続々と新型のモビルスーツ導入してくると思うので、まあ、それにザクだとねなかなか対抗しきれないという局面になってますので、これはできるだけ早くですねリックドームへと変えていければいいかなと思います。ではベルファスト基地の攻略戦開始していきましょう。戦闘を開始します。まあ、ドムを中心とした部隊で編成してありますので、まず上陸しちゃいます。マップのね、上側あるいは下側に移動してですね、まずはドムを上陸させましょう。でドムを上陸させたら南北、まあ、マップでいう上と下からですね攻撃するというのを考えています。あとズゴック部隊は発進させて占領というかね、この湾の中に入っちゃいましょう。で敵の方が、いわゆる風水陸両タイプでいうところのアクアジムとかね、そういうモビルスーツも展開してきていると思いますので、まあ、ズゴックでそれらを叩いていくと、まあ、ズゴックであればアクアジムは敵ではないと思いますので、うまくね、ズゴックの性能を使っていきましょう。それとアッザムですね、アッザムも2機この戦い投入していますので、アッザムもねうまく空中戦を制するというところで戦ってもらえればいいかなと思います。まあ、このグフは開発する必要なかったかなっていう感じも今はねしてるんですけど、この後はやっぱりゲルググにさらにねモビルスーツとしては変えていければいいかなと思いますので、まあ、ドームからゲルググへという移行をね少しずつ考えていこうと思います。特にエースパイロットは
ゲルググに乗ってもらうのがいいかなと思います。でこの後のギレンの野望シリーズのプレイの予定なんですけども、もう一回ですね、このギレンの野望を今度連邦軍編でプレイしようかなと思ってます。その後ジオンの芸風独立戦争機と進めていければいいかなと思ってますので、今のところ予定ではですね、もう一回今度は連邦軍編でこのねギレンの野望セガサタン版をプレイできればいいかなというとこですね。でその時にはですね、一応今考えているのがブライトに焦点を当てたプレイを考えてまして、まあ、ブライトはね最終階級大佐というのが、まあ、一番多い説のようなんですけども、まあ、大佐からねやっぱり順勝、そこに登ってもらいたい、閣下と呼ばれる身分に上がってもらいたいなと思いますので、まあ、ブライト大将を目指すみたいなね、そういうコンセプトで、プレイができたら面白いかなというふうに思ってます。やっぱり左官、まあ、いわゆる少佐、中佐、大佐からですね、閣下と呼ばれる少将を、あるいは中将、大将に上がるっていうのは相当今の現代の軍の組織でも難しいみたいですね。なので、まあ、そこにね、挑戦していくというのをちょっと考えていこうかなと思います。ここにいるのがきっとアクアジムだな。このアクアジムをこのズゴクで叩いていきましょう。アクアジム3ですね。アクアジム3、ズゴック3の戦いですね。まあ、水陸両用モビルスーツに関しては、ジオンの方が圧倒的に、まあ、強い、優秀っていうイメージ持ってるんですけど、まあ、ここでもそのね、イメージ通りに敵のアクアジムを押していってくれてる感じがします。まあ、企業の業績が軒並み悪化というかね、厳しい業績発表になってる中、株価がね、まあ、実感とは少し離れた、高い水準で推移してるのがちょっと怖いなーなんてね、個人的には思ってるんですけどね。ではモビルスーツ隊をガウから出撃させていきましょう。もうすでに混戦状態に入りつつありますので、切り込んでいきます。特にホワイトベースとドレンのガウが、まあ、敵の攻撃を受けていて少し減ってるので、まあ、ここでホワイトベースを失いたくないよというのもありますので、まあ、しっかりミノフスキー粒子散布しておきましょう。ドレンの、ね、ガウもちょっと危ないので下げましょう。まあ、ガウは資源食い、むちゃくちゃね生産するのに資源を食うっていうのがありますし、あとまあガウ自体がですね、今回機動部隊の母艦になっているようにすごく戦術的にも、まあもう戦略的にもって言っていいと思うんですけど、重要なユニットになってますので、まあ、失わないようにですねガウは守りつつ進めていきましょう。もう皆さんプレステ5はね手に入れられましたかね。僕はもう抽選にことごとく外れてしまって、まあ、手に入れられる目処が全く立ってないんですけど、できればね、まあ、手持ちのブルーレイとかも見たいなと思って、でディスクドライブ付きをねちょっと買おうかなと思ってたんですけど、まあ、デジタルメディアエディション、ディスクドライブエディション、どっちもね、まあ、品薄というか全く手に入らないような状態なんで、まあ、年内はちょっと難しいのかなって思ってるんですけどね。まあ、あとこの時期になると毎回毎年毎年話題にさせてもらってますけど、福袋ですね。もう昔のようにですね、まあ、なかなか並んで買おうという感じにはならないんですけど、まあ、抽選方式というようなねお店増えてますし、特に今年なんかはねもうコロナの話もあったりするので、まあ、ほぼほぼ抽選になると思うんでね、抽選には果敢に挑んでいこうかなと
というふうには思ってますんで、まあ、ただその抽選の中にプレステ5があるかというと、まあ、100% ないと思うんでね、狙ってるのはですね、まあ、iPad、あとは MacBook M1 っていう新しいチップ乗った MacBook はさすがにね、入っては来ないかなとは思うんですけど、 iPad Pro の夢とかあればですね、それはちょっと手に入れたいなと思います。今まあ、いわゆる普通の iPad と iPad mini は手持ちで持ってるんで、iPad Pro がね欲しいなと思ってるんですよね。ただその iPad Pro も、まあ、今後、まあ、いわゆるそのファイナルカットプロが iPad に対応するんじゃないか、 iPad Pro に対応するんじゃないかなんて、まあ、噂が出てもうかれこれだいぶ経つんですけど、今のところまだねその実装されていないっていう状況だと思うんですけど、僕は動画の編集とか主にファイナルカットを使うことが多くてですね、まあ、iPad Pro のグラフィックでじゃあその編集するのかっていうのはあるんですけど、まあ、ただレトロゲームとかの編集であればね、まあ十分かなっていうところもあったりするんで、手軽に編集をサクッてできる iPad Pro っていうのがねコンセプトとして出てくれば、それはちょっと考えたいなと思ってるんですよね。まあ、iPad Pro の夢があるかどうかもうわからないですけどね。であと、サーフェスはですね、サーフェスブックを持ってるので、今年は、まあ一旦はいらないかなって感じですね。まあだいぶモビルスーツの性能も拮抗してきてるので、消耗戦になってきましたね。ゴックがやられるか。これで、ゴックと、あとは、まあ、ズゴックカスタムをこの戦いですでに失ってますね。もうこれ以上モビルスーツ失いたくはないので、まあ、傷ついたモビルスーツ、消耗したモビルスーツは、隊列の後ろに下げるなり、まあ、正体自体が消耗しているようであれば、少しね、後方に下げるっていう戦い方も、念頭には入れていきましょう。ドームは上からまで迫ってきてますので、まあ、うまくね、この上と下と両方から入っていきましょう。まあ、うまく、ミノフスキー粒子も散布しながら進んでいきましょうか。味方がね、守られるように、敵には恩恵が出ないようにっていうね、微妙なバランスのところで、やっていきましょう。今見てたら、ドアンがガフの艦長になってるので、これ多分、配属のミスだと思うので、ドアンは、どっかのタイミングで、ガウからは下ろしましょう。3連星もですね、まあ、専用機っていう意味で言うと、ザク1しかないんですけど、この後のジオンの系譜とかになってくると、まあ、専用機がですね、まあ、ザク2にもあったり、あとドム自体にも、まあ、3連星専用ドムみたいなものが用意されたりするようなので、まあ、そのあたりもね、今後プレイしていくギレンの野望続編というかね、次のタイトルとかも楽しみにしています。まあ、今回じゃあなんでそんなやってんだって話なんですけど、以前信長の野望でね、過去の信長の野望を全部やるっていうね、そういう企画やったと思うんですけど、今、それと同じ同様の企画で、ギレンの野望でね、過去の作品全部やっていこうということでやってます。なので、ギレンの野望もね、全部のシリーズ手元に買い揃えましたので、この後順次、特にね、まあ、今年はというわけじゃないですけど、年末年始含めてですね、まあ、外に遊びに行くっていう機会もあまりないと思うので、ゲームでねちょっと時間を楽しもうかなというふうに思ってます。では5ターン経過しましたので、次のターンにベルファスト基地攻略は回したいと思います。新しい開発プランちょっと気になるんで先に確認しましょう。あ、シャア専用機だな。シャア専用、そうか、ズゴックに乗ったばっかだけど、シャア専用のゲルグはやっぱり欲しいので開発しましょう。
あとは研究費にお金を払います。あと諜報予算、研究はモビルスーツをあげましょう。もうだいぶザクはリックドームに置き換わりつつありますね。まああと本当に数えるほどになってると思います、ザクはね。なのでこのままリックドームの生産を行っていきます。まあ、宇宙用のモビルスーツがあとどれくらい必要になるかというのはあるんですけども、まあ、リックドームはしばらくの間生産の中心に置いておきます。で、地球では先ほどねお話した通りズゴック中心に作っていきましょう。まだねやっぱり定期的に打ち上がってくるんですよね、この敵のね HLV が。これは叩いておきます。で、ムサイまだ初期生産タイプ使ってるんですけど、ムサイもどっかで後期型にね、変えていく必要があるなという認識はしてるんですけど、そこまでお金がちょっとね、まあ回ってこない余裕がないっていう状態ですね、今はね。ここはシャーズゴックがセーブムスカイ連邦軍の潜水艦を仕留めてくれました。南極条約は知っている。あとゲルググはですね、まず記念すべき1機目は特腕に乗ってもらいました。まあ、ちょうど特腕が空いていたというのもあるんですけどね、まあ、特腕はジャブローからホワイトベースが出航した後、シャアがザンジバルでね、追撃をかけた時にいたパイロットが特腕ですね。で、特腕は確かビグロかなんかに乗って出撃してアムロと戦闘して撃破されたはずです。その特腕ですけど、パイロットとしての能力は悪くないというか強いですね。なので十分に力をね発揮してくれるかなというふうには思います。ベルバゾー基地このターンでね、取ってしまいましょう。戦闘を再開します。まあ、残り敵のユニット数多くはないので十分にね、叩ける数かなと思います。で、新ギレンの野望とかになってくるとですね、この拠点に敵の拠点にね入った場合、生産中のものは生産続くんですけども、まあ、このセガサタン版に関して言うとですね、一度拠点に入っちゃえば生産のラインも全部ストップさせることができるので、まあ、タイミングよく入れればですね、敵の戦力増強されずに済むというのもありますね。残りの敵ユニット、これ、貝だな、貝。貝子殿がいるね。この貝子殿も仕留めておきたいなと思うんですが、どうだろう。あんまり無理に攻め込んでドムを失うというのもあんまりよろしくない状況ではあるものの、ここは3連戦も投入してタコ殴りにしましょう。ドム12機でタコ殴りにすればさすがにね落ちるんじゃないかなと思いますので、潰していきます。ここで終わりにしたいですよね。うまくすれば、このターン。で、少なくとも次のターンでね、このベルファスト取れるかなと思います。ベルファスト取ったら残ってる連邦軍の拠点は、宇宙ではルナツ、地上ではジャブローだけになるのでね、いよいよ、連邦軍に打ち勝つその時が近づいてくるのかなと。マッシュが危ないなぁ。海のガンキャノンは、あと、5分の1ぐらいですかね、残りましたね。マッシュは反応がガイアについて高いので、3連星の中では。今、前衛に置いたんですけど、どうだろうな。なんとかしのいでくれれば、ノリースのドームに来てくれたか、これは助かったな。3連星のマッシュはもうちょっと一度下げた方がいいですね。もう本当に残り、ゲージがほぼない状態なので。下げましょう。で、代わりにノリスを入れて、ノリスを前衛に持っていきます。
12機で攻撃かけても倒せないってやっぱ相当強いなっていうね印象を持ちますよね。やっぱり連邦軍のジム優秀な機体だなと。ガンキャノン残るとか、次のターンでは確実になんて言ったものの、ガンキャノンが残っちゃいましたね。まあ、ドムの次となると、まあ、ドワッジかなと思うんですけど、ドワッジに変えていくにはちょっとお金がかかりすぎるので、やっぱりドムでね、このまま、まあ、その分数を生産して、まあ、しのいでいくと。いうことになるのかなとは思います。ドムのこれあれかな、もしかしてエネルギー切れで攻撃できてなかった部隊がいたりしたのかもしれないですね。ただあの全部隊エネルギー切れになっているような場合にはそもそも攻撃のコマンドが出ないので、まあ、それにしてもやっぱりだからガンキャノンがどれだけ硬いのかというのをね物語っているのかなとは思いますけど、はい、これで残った最後のガンキャノン撃破してベルファスト基地の攻略完了になります。西ヨーロッパ方面軍がベルファストの制圧に成功しました。まあ、少し手こずりましたけど、もうこれも一重に連邦軍の、ね、モビルスーツ投入による影響だと思います。開発部より新しい開発プランが提案されました。では開発プランですね、確認して、今回はねここまでにさせていただこうと思います。新しく開発が完了したのは、まあ、ほぼ間違いなくシャーゲルだと思いますので、まあ、それは置いといて14の A 量産化、ゲルググの量産ですね。これはお金かかりますか、行いましょう。はい、では今回ここまでさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。